は足の疲れが、背中の疲れとか腰痛に来てましたよっていうことが分かるわけですね、はい、足をしっかり緩めてあげてください、はい、で基本的に足緩めるのどうすればいいですかって言ったら締め付けるタイプのタイツとか履いてあげると、はい、結構いいよ CWX とかね、はい、あと女性は温めてあげてくださいっていうふうにお伝えしてます、はい、うわこの背中も硬いねガチガチちなみに足の2倍ぐらいの強さが入ってます、一応定義的にされると痛くならないよっていうふうにお伝えはしてますけど、はい、今日は一番初めが一番痛いですでこれで効果を実感されたら続けられる人も多いですし痛すぎてもう周りは無理っていう人もいるしこの辺は考えてみてくださいとお伝えしていますもうちょっとだけ下下がりますか、はい、はい、ありがとうございますまあそれだけ汚れが溜まってたよってことですこっち側がここの痛みっていうのもこの辺まで引っ張っちゃうんですよ。数字に追われてるとか時間に追われてるとかいうのがあるとこの辺が硬くなったりします。ありませんか？あります。ああと気温の寒暖差とかね、はい、結構続くと右側の頭から首を引っ張ってくるような痛みになってきたりとかしたりします。お仕事、座り仕事、立ち仕事？立ち仕事です。立ち仕事ですか、はい、うわこれ硬いね。結構右手を使う方ですか？はい。ああちょっと呼吸する？大丈夫だね。首が凝るというよりかはこの肩甲骨のこの辺ね、はい、ガチガチですから、うん、それが原因だと思います。なのでもしご自身で何かされるとかいうのであれば首とか肩に湿布貼るというよりここに貼ってあげた方がいい、うん、ガチガチですこれ。